ガツンと効いた醤油と豚骨スープがおります。神奈川県横浜発祥のラーメン、横浜 AK ラーメン、厚木や、厚木の中でも、上位の人気のラーメン屋である、場所は本厚木駅から、車で約10分ほどの距離の妻田の交差点近くにあり、足がある人にとってはそこまで遠くもない場所であろう。そう、足がある人ならば、もし徒歩で行こうとすると約30分かかるのだ。初めて行く人であれば Google マップと、にらめっこしながら厚木屋に行くと思うのだが、そんな人に朗報。この動画では、厚木屋の徒歩での道のりを丁寧に紹介していきたいと思う。これを見ながら歩いていけば、気がつけば厚木屋に着いているでしょう。もしこの動画がためになりましたら、チャンネル登録と高評価、厚木屋に行きたい人が近くにいましたら、この動画をおすすめしてください。その辺だよ。さあ、スタートは本厚木北口。北口から出て、すぐそこの信号を渡った、ケンタッキーのところからのスタートとなります。ケンタッキーね、右にありますね。この目の前で撮影してました。それではですね、ケンタッキーのおそばを通りまして、まっすぐ進みましょう。まっすぐ進みますし、すぐに、銀行があります。三井住友銀行ですね。自分結構この銀行のお世話にはなってますね。ここでお金を引き落としたりするんですけども、まあ、そこも通り過ぎると、前方ですね、あの、生き物係のですね、あの、女性ボーカルのね、方もね、よく訪れてたという赤い遊林堂。このね、遊林堂の入り口の窓のところに、あの、吉岡さん、あの、さっき言った生き物係のボーカルのね、あの、サインが、あ、もう見えましたけど、これサインがね、置いてあるんでね、ぜひね、あの、興味がある人は見てみてください。で、そこを通り過ぎるとですね、まずここの、道自体なんですけどもね、厚木大通りというところになるんですけど、そこを歩いていくところです。モスバーガーが見えてきます。モスバーガーのね、周辺はですね、あの、十字路というか、ちょっとした交差点になっております。左手にはみずほ銀行があって、進む先にはメガネスーパーがあると。そしてこのまま厚木大通り側、メガネスーパーが見えてる方へまっすぐ進んでいきましょう。はい、メガネスーパーを通り過ぎましたね。メガネスーパー通り過ぎるとまた引き続き厚木大通りが続いているわけなんですけども、左手、あの大きな建物ございますよね。あの、ちょっと灰色の建物なんですけど、あそこにね、ちょっと昔、スポーツクラブがあって自分よく行ってたんですけど、まあコロナの影響でね、行けなくなっちゃってね、まあ行けないうちに潰れてしまったわけなんですけど、といったところでですね、今度まっすぐまだまだ進んでいきますとですね、まあここはホテルがあってですね、まあ本厚に、ね、泊まる人もね、結構ね、いると思うんで、こうアクセスいいですか、なんだかんだね。ホテルもね、この周辺にいっぱいあります。あと中華料理の一番がここはすごいコスパがいい。なんて言ったら、中杯が、ね、100円以内で、ね、それなりの量を飲めますからね。ビッグサイズもね、2、300円しないんですよ。もう大ジョッキより大きいサイズなんですけどね。って言ってたらですね、前方に牛丼やすき家が見えてきました。そんでね、すき家を通り過ぎますとですね、前方には弥生軒があるんですけど、弥生軒の隣がココイチになってて、このココイチの4階にですね、アニマルカフェがね、あるんですけど、ここはもう本当常連でね、よく行ってるんでね、あそこで編集したりとかなんか、動物見ながらね、癒されながらやってたりするんでね、もしよろしければですね、来てください。僕ね、いるかどうかわかんないですけどね、動物たちがね、すごいいいんでね。ミーアキャットとかね、あとマイクロミニブタとかね、いろんな動物いるんで、見に行ってみてはいかがでしょうか。アニマルカフェをね、紹介している動画もありますので、ぜひね、そちらの方を見に行っていただければですね、詳細わかりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。さて、厚木大通りをね、今通り過ぎたところでですね、交差点が見えてまいります。こちらの交差点はですね、中央公園西側のですね、信号機前でございます。こちらチェックポイントですね。ここから先もですね、チェックポイントを見つけましたら、チェックポイントなんて言ってね、タグ付けしていきますんで、そこを参考にしてね、行ってみてください。今、ピザハット前の、信号前にいるんですけど、そこを渡っていきます。で、渡ったらですね、またまっすぐ進んでいきましょう。まあ、もう、ずっとまっすぐなんですよね。言ってしまえばね、道のりはね。だから、どっかしらね、曲がったりとかそういうルートではないんです、厚木屋って。単純な道なんでね、行くのはたやすいんですけど、まあ、遠いっていう。さあ、左手に見えますのが、厚木中学校になりますね。厚木に住んでいる中学生は多分ここに通うことになるでしょう。結構生徒数も多いみたいですよ。まあ、そんなことを言いながらですね、横を高速でね、通り抜けるわけなんですけども、
そして前方にですね、横断歩道がありますので、こちらを渡っていきます。横断歩道を越えますとですね、前方にバス停が見えますので、ここも通り過ぎちゃいます。で、通り過ぎるとですね、前方にちょっと何やら小さくね、古びた横断歩道じゃない、違うわ。これ歩道橋が見えてくるんですけど、見えますかね、こちら矢印のやつなんですけど、おい、近くに来てみました。結構年季が入ったですね、古びた歩道橋ですね。こちら、チェックポイントでございます。ここまで来たらですね、結構いいとこまで住んでるんじゃないかなと思います。さあ、ここも高速で通り過ぎとですね、厚木税務署を通り過ぎまして、どんどん先へ進んでいきます。ここも高速でね、進んでいきます。バス停を通り過ぎまして、前方に何やら見えてきます。青い看板が見えてきます。こちらはですね、厚木市立病院の、真横に来ております。ね、ここも来たらですね、順調に来てるんじゃないかなと思います。ね、これ見たらですね、またまっすぐ進んでいきたいと思います。ここからはですね、まあ変わらずまっすぐ進んでいくわけなんですけども、ここからですね、道がね、二手に分かれますんでですね、そちらもちょっと丁寧にご紹介したいなと思います。まあ早送りなんですけども。そしてまっすぐ進んでいくとですね、43号と60号に分かれる道があるんですけども、その、道のそばにですね、こちら左手に陸の田口というですね、とん漬け、厚木の名物とん漬けの、有名店がございます。お中元とかでね、よく陸の田口をね、この厚木の人とかね、送ったりする人は多いみたいで、とん漬けは、現在の厚木市でですね、江戸末期に、イノシシの肉の味噌漬けをしたところから始まりまして、こちらの肉はですね、そのままサラダ油に油を敷いてとん漬けされた肉を温めるだけでも全然美味しくなりますんでね、疲労回復やね、イライラなどを抑えてくれるビタミン B1 がね、多く含まれている食品なのでね、お肉を食べてね、ストレス解消するならこの肉の田口のとん漬けがいいんじゃないでしょうか。さあ、肉の田口を後にしてですね、先の60号線とね、33号線の分かれ道に着いたわけなんですけど、左側が60号線で、まっすぐがですね、43号線となっておりますので、まっすぐの43号線に向かって、歩いていきたいなと思います。目の前にですね、ブリヂストンと書かれたね、サイクルショップが目印になっているので、そっちの方向に向かいましょう。すごく年季がありますよね。で、まっすぐですね、また進んでいくわけなんですが、まっすぐ進んでいきますとですね、目の前に橋があるんですけど、こちらですね、小鮎川が流れてる川の上の橋でございます。境橋ですね、で、境橋の下に流れてるのが小鮎川でございます。まあ、名前で書いてある通り、鮎がよく釣れるらしいです。たまに釣ってる人もいるみたいですよ、この辺ね。夏とかね、もっと暖かい時にね、見たかったですけども、まあそんなことはいいとして、まあここをまっすぐまた歩いていくわけなんですけども、そして橋を通り過ぎますとですね、もうここら辺から、妻田のね、厚木市の妻田方面に入っていきます。ちょっとね、カメラアングルが悪いんで下ばっかり向いてるんですけど、厚石の妻田に入っていきました。妻田はですね、もう駅からだいぶ離れたところにはあるんですけども、結構ですね、商業施設というかね、コンビニだったりとか食住に関してはですね、妻田に住んでればね、全然問題ないぐらいね、すごい田舎に見えるところではあるんですけど、で、住む分には全然問題ないような衣食住がよく揃っている厚木の中での住みやすい場所としても言われています。またこのまままっすぐ進んでいきます。するとですね、セブンイレブンが、左手にあるんですけども、そこのセブンイレブンの近くにですね、無人販売所が実はありまして、厚木のですね、山の方とか田舎の方に入ってきますとですね、左手にちょっとケースが見えてるんですけど、ちょっと寄ってみましょうか。こんな感じでね、田んぼの近くにこういうのが置いてあったりします。もう結構売れてたりするんですけども、芋だったりとかね、野菜だったりとかね、新鮮な無農薬の野菜とか
置いてあったりするんで、意外にね、探してみると面白いかもしれませんね。そしてここ妻田にはですね、なんとですね、コメダコーヒーがね、右手にあるんですよ。コメダコーヒーといえばですね、逆詐欺で有名なですね、カフェなんですけど、よくサンプルとかでさ、結構大きめに作られてるのあるじゃないですか。コメダコーヒーはですね、どうせ小さいんでしょサンプルよりと思ったらですね、コメダコーヒーはね、それよりも大きいね、サイズのね、商品を出しがちなんですよね。ね、逆詐欺のね、コメダコーヒーでございます。そしてもうね、コメダコーヒーまで見えたらですね、あとはもうすぐですね、目の前にはですね、トランクルームの、事務所がありまして、で、こっからだとちょっと遠回りになっちゃうんで、この目の前にある歩道を右に曲がっていきたいと思います。右に曲がったらですね、このまままっすぐ行きますとですね、246につながる道にぶつかりますんで、このまままっすぐ進んでいきます。本当にまっすぐでしょ？まあマップで見たらね、もう丸明かりなんですけど、道自体はずっとまっすぐなんですよね。だから別にこんな長ったらしく紹介しなくてもいいんですけど、そしたら246の道路にぶつかりますね。で、こっからですね、246沿いにまっすぐ進んでいけば、厚木屋があります。本当今日まっすぐしか行ってないですね。左とか後ろとか全然行ってないかもしれない。はい、奥の方にですね、ちらっと赤い看板が見えてきましたね。あれがですね、厚木屋の看板となります。もうちょっと近づいてみましょうか。さあ、でっかくなってきましたね。はい、厚木屋の、駐車場の看板ですね。お車の方はですね、こちら駐車場ね、ありますんでね、裏から回ればいいんですかね、回る道があるんで、ここから駐車をしてください。で、その駐車場のですね、先を行きますと、こちら厚木屋があると。というわけで到着でございます。いやー、超道案内楽でしたね。ほぼまっすぐって言えばいいだけだからね。でもこの動画見ることでね、だいぶこの厚木屋に至る、まあ、主に妻田のね、街並みなんかをね、見れたんじゃないでしょうか。もしね、妻田の方に住む方はね、ぜひ厚木屋見るついに参考になるんじゃないかなと思うので、何度も見返してみたいかがでしょうか。ここまでがですね、徒歩による厚木屋のご紹介でございました。ちょっと寄り道したりとかしましたけど、それでも30分弱といったとこなので、まあ30分歩くってちょっとね、運動してるようなもんなのでね、お腹すかすって意味ではいいんじゃないかなと思います。バスで向かうルートでもご紹介したいと思います。バスに向かうルートはですね、ローソンがあります。これ左に行きますとね、厚木一番街商店街なんですけども、そこは通り過ぎまして、厚木中町大通り方面へ歩いていきます。こちらの方面にですね、歩いていきますとですね、目の前にですね、図書館があって、で、図書館の方を渡るとですね、バスセンターにつながる道がありますので、バスセンターに進んでいきたいなと思います。まずここのね、目の前の歩道を分かっていきたいと思うんですけど、こちら本厚駅の北口ですね。北口から来る方はですね、ここから行けば楽ですね。で、こちらの横断歩道を渡っていきますと、イオンの前にある厚木バスセンター前に到着といったところです。こちらのですね、すぐそばのですね、バスに乗ってください。一番乗り場ですね、この今止まっているですね、この系統に乗ればですね、まあ後で多分画像貼ると思うんですけど、以上、厚木屋の道のりのご紹介でした。また次回の動画もよろしくお願いいたします。